近藤投手、今年こそ復活なるか。2021年に彗星のごとく現れて太陽のような活躍をした後、彗星のごとく消えていってしまった近藤投手。原因は肩の肉離れで、怪我して以降実戦登板なし。キャンプでは映像で確認できる限り2月2日と6日にブルペン入りしてる。奥川投手ら怪我人の中で特に動向をチェックしておきたい投手の一人です。